女川町の離島、伊豆島と本土を結ぶ、伊豆島河橋が、きょう午前、つながりました。島民、長年の悲願が、ようやく形になりました。全長三百六十四メートルの伊豆島河橋は。きょう午前、長さ二百四十五メートルの橋の中央部分が運び込まれ。伊豆島と本土の間にかけられました。 会場では本土と伊豆島を結ぶ橋の設置作業が進められています現在はアーチ状の橋中央部分が国内最大級の大型のクレーン船でつられゆっくりと微調整をしながら降ろされています作業は天候不良からたびたび延期となり橋を架ける作業が先月25日から始まりました当初の計画からおよそ1か月遅れで

橋では今後道路の舗装などを行い来年12月に開通する予定です。